こんにちは。今日はマスクをプリントできないという方のためにマスクの作図の仕方をご紹介いたします。必要なものです。コピー用紙1枚、シャーペン、消しゴム、そして定規です。私は動画内で他にも使っていますが、紙とペンと定規があれば問題なくマスクの型紙は完成します。それでは一緒に作っていきましょう。まず横にしたコピー用紙を横半分にして折ります。折り目を開いたら中心線を引いてください。私は皆様に分かりやすいように赤のボールペンで記しましたが、シャーペンでも何でも大丈夫です。横まっすぐに水平な線が取れました。次は左端から中指より少し長いぐらいの位置を縦に折ります。できるだけ先ほど引いた水平の赤ラインと垂直になるように縦まっすぐに折ってください。折った線に再度印をつけていきます。まっすぐな縦のラインが引けました。それでは定規を使って線を取っていきましょう。まず赤の水平ラインから下に3センチのところに印をつけます。そして上にも3センチのところに印をつけます。次に上に3センチ取ったところからさらに上に 2.5 センチの位置に印を取ります。 2.5 センチの印からさらに上に 2.2 センチのところで印を取ってください。次に下3センチに印をつけたところからさらに 3.5 センチ下がったところに印をつけてください。今印をつけたところで水平なラインを引いていきたいので、今取った同じ寸法を用紙の右側にもつけていってください。ここは3センチ、2.5 センチ、2.2 センチの点はいりません。下に下がって3センチ、さらに下に下がって 3.5 センチ。用紙の右側にも印ができましたら、定規を使って水平なラインを引いてください。5本のラインが引けました。線が引けましたら、赤の水平ラインの上に縦のラインから左へ 4.5 センチいったところへ印をつけます。そして上の段に左へ4センチいったところ、下の段で左に4センチいったところに印をつけます。そして4センチの印を取った上のラインに左から 2.5 センチいったところへ印をつけます。このそれぞれの点を結んでいくと、マスク中央のカーブのラインが出来上がります。カーブ定規をお持ちの方はその定規を使ってカーブラインを引いてください。
お持ちでない方はシャーペンを左右にシャッシャと動かしながら頑張って点線をつなげてカーブを描いてください。下半分も同様にカーブのラインを引いていきます。一番下の水平ライン上に縦線から左へ2センチ行ったところに印をつけます。先ほどと同様にカーブラインを引いてください。はい、マスクの中央部分のカーブラインが引けました。次に耳側のラインを取っていきましょう。赤の水平ラインの上に縦線から右へ 10.5 センチ行ったところに印を打ちます。一つ上の水平ラインと一つ下の水平ラインにも同じように 10.5 センチの印を取ってください。点を結ぶようにして縦の線を引きます。これが耳側のライン、ゴム通しのところになります。それでは鼻側と顎側の上下ラインを作っていきましょう。まず先ほど取った耳側のラインから左へ 2.5 センチ行ったところに印を打ちます。下も同じように 2.5 センチのところに印を打ちます。そうしましたら上に3ミリのところに印を打ちます。同様に下にも3ミリの位置で印を取ってください。2.5 センチ下に3ミリ、2.5 センチ上に3ミリです。細かい3ミリの印が取れたら、耳のラインからその3ミリ下のライン、耳のラインから3ミリ上のラインを結びます。次に鼻の高くなっている部分のラインを取っていきます。赤ラインから2本上の線の上に縦線から右へ 1.6 センチの位置に印をつけます。カーブの終わっている点から今取った 1.6 センチの印に向かって線を引きます。この2つのラインを直線で結びます。まっすぐなラインが引けました。このまっすぐのラインを基準に下へ少し下がった緩やかなカーブを描いていきます。3ミリ上上がったところから左に向かって 4.5 センチの位置に印をつけます。そしてその 4.5 センチから下へ2ミリほど下がったところに点を打ちます。この点とこの点とこの点を直線で結びます。
マスクの上の辺が完成しました。型紙ができたらこの赤い部分が原型となりますので、この部分に沿ってカットしてください。顎下のラインを作っていきます。一番下の水平ラインから上に5ミリ上がった縦ラインの上に印をつけます。カーブの終着点と5ミリ上に上がった点を直線で結びます。ここに直線を引いていきます。先ほどの上のラインと同様、この直線を基準に下へ少し下がった緩やかなカーブを描いていきます。ここから左へ5センチ行ったところに印をつけます。そうしましたら先ほどと同様に2ミリ下がったところに印を打ちます。この点とこの点とこの点を直線で結んでいきます。型紙が完成しました。身の回りにプリントできる環境がない方は、ぜひご自身でマスクの型紙を作ってみてください。マスクの作り方編は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。マスク作り頑張ってください。